ハッサ知事は県内の感染状況について一時的、部分的に医療の逼迫が起きているとし、全体的な逼迫となった場合は行動制限も検討しなければならないと危機感を示しました。タッソ知事は今日の会見で、県内の医療提供体制について、病床使用率が 50% を超えていないことなどから、現時点では BA.5 強化対策宣言を出すほどには至っていないとの見解を示しました。一方で、夏休みが終わり、学校が再開するなど、感染状況を見極めなければならないとして、こう述べました。医療が逼迫するような状況がこう、一時的、部分的にこう起きている、全体として医療の逼迫とこうなってきたような場合には、行動制限を含む強い感染対策防止措置を検討しなければならないと考えています。